たるい。ああ、出てこい。そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。ふん、分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か。それを承知の上で、今日はお願いがあってきました。願いだと？サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉と雲が殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし、悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちがサスケ。雷影様、手を出すな。あれごとき運動にもならん。ナルト、落ち着け。許さねえ。戦闘開始。この雷影を前に拳を握った。この程度でわしに挑んだのか、バカな奴め。お前の力はそんなものか。てめえなんかにやらせねえ。やらせはせんぞ。そら、ふーさん、どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。サスケには手を出すな。
これ式の力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの、世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。そこまでだ雷影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任、どのような処罰も受ける所存です。ふん、わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。雷影様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い感謝します。くっそ。どうした？いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの会談について考える方が賢明だぞ。何かあっては問題なんだからな。ああ、そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします？そうだな、嘆願も通らずこれからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは暁、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は暁を操ってんの。面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目波風港か。マダラ、あなたは遥か昔初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び今ここにいる。そんな、そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人で九尾を取れるとでも思っているのか。今の俺にその気はないよ。ただ渦巻ナルトと話をしに来ただけだ。話だと？ペイン・ナガトを裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ。来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ俺に示せ、木の葉の英雄の実力を。戦闘開始。英雄渦巻きになる。てめえは俺がぶっ潰す。行くぞ。奴の実力は3つ、だが君はさ、もちろん分かってる。思った以上の実力を持っているようだ。なんだ、手加減してんのか。おお、ここまで俺を追い詰めるか。こっちで攻めてんのに、あいつ、おい、
面目なんだ。ナルト、今は集中するんだ。いつでも行けるよ。勝負あり。こいつまるで本気を出しちゃいねえ。お前の力、確かに侮れんな。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木の葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ、何を。そうだな、サスケのことを語るにはまずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実を。